ありがとう。クマ、何ですか？クマ、あ、やばいやばい。ロードモバイル。クマ、10個。タワーですね。はい、せーの、クマクマ、ありがくまさん、マックミックさん、ありがくまさん、ありがとうございます。クマ、ありがとうございます。どうしました？どうしました？何、いや、なんか全然嬉しいんですけど、ありがとうございます。そう、今日なんだっけ、なんだっけ、バトフェスさんのね、久しぶりに開きました。おーおーおー、スクショしちゃった。いらん、スクショしちゃった。ホーム画面をスクショしてしまいました。画面を消そうとした。そう、久しぶりにバトエスさんを開きました。イエイ。明日からはちゃんと毎日ログインボーナスぐらいはもらおうと思います。ちょっと1週間バトフェスさんから退いていたので。はい、さくらちゃんハットありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。そう、あとは今日初めて、なんかこれまでね、あんまりなんていうの、欲しいなとは思ってたんですけど、ずっと使ってなくて、使ってなかったわ、嘘、買ってこ、なんていうんだろう、持ってなかったんですけど、フェイススチーマーがお家に届いて。そう、今ちょっと、今は台になってます。ここに、今はショールームの台になってます。はい。舞台では髪色黒っぽかったけど、配信ではブラウン系に見える。あのね、ちょっとね、暗めにね、あの舞台始まる前に、そう、染めたんですよ。染めていただいたんですけど、染めていただいたんですけど、色落ちしました、もう。なんかそのレッスンしてる時もめちゃめちゃ気になっちゃって、やっぱり自分がすごい色落ちしすぎて、結構ちゃっちゃになっているのがやっぱ気になっちゃって、どうしても。結構若いメンバーが多かったので、今回一緒にそのステージイベント、何、ライブステージパートに一緒に出るメンバーが結構若いメンバーが多くて、みんな結構色が暗め系、まあ、まだ染めたことありませんみたいな。そう、メンバーが多かったので、ちょっとその自分の浮き具合にすごいちょっと気になっちゃって、そのステージのリハとか見てたら、そう。なので、そのしょ、そう、ちょっと染めていただき、いただいてきました。そうなんです。なので、ちょっと暗めでも、まあ暗めだけど透明感あるピンク目みたいな色にしていただいたんですけど、舞台から1週間、まあ2日、だから1日だから2日から1週間経って、まあ結局また色が戻ったって感じ。うん、そういうこともあって、ちょっと暗め系の、ピンク目系の、赤系、なんかみんなからは結構ホテルの配信では結構赤に見えるっていうコメントが多かったんですけど、そう、あと写真とか撮ってもね、本当に光の具合によって全然色が違ってて、こういうオレンジ系の光がこっち側から差してたんですけど、そういう色では、そういうなんていうの、部屋では結構すごい赤ピンクっていう感じの色になったりとか、まあ普通に白系のね、普通のなんていうんだろう、ザ普通のところの、なんだろう、照明の普通に超ノーマルカメラ
で撮った写真はこういう結構暗めな色、ちょっとミスターとハツカの顔がウケるんですけどそういう感じの色になって、結構なんだろう、光によってって感じ、うん、色が変わってっていう感じでした。全国ツアーはそうですね、このまま行こうと思います、多分はい。まあでも私は髪の毛が薄い、なんていうの、細い人間薄いって言ったらちょっとあれだわ、細い人間なので、あの髪がやっぱりどうしても傷みやすくて、そうだからあの宿毛とかかけたりしてもすぐ痛むしっていう感じそうなんです。で結構なんか茶色く見えちゃったり、あとは色を入れてもすぐ結構落ちちゃったりっていうのがあるので、もう本当はね、あのこの色に染めたこの色のまま生きていきたいんですけど、今の色じゃなくてこの日の色、この当時の色、めっちゃなんかめっちゃいいってメンバーに言われたので、いろんなメンバーに、え、いい色じゃんって、そうだから、でもなんで色落ちってするんですかね本当に、色落ちって嫌だ。まあでもどれくらいなんかあんまり色が綺麗じゃなくなるかにもよるんですけどはい、まあ私の願望としては早くこれぐらいまで地毛が伸びてきてくれないかなって思ってますそう本当にカムバック地毛一度染めたらもう地毛は消えました、カムバック地毛はい、タバヤンさんハートありがとうございます、キュンです、ありがとうございます。なんかボブにしたいんですけど、やっぱりボブにするとみんな大好き、チゲじゃないみんなチゲ地毛ともうなんか今いろいろ混ざっちゃったあのツインって言おうとしたんですけど、地毛が頭の中に残りすぎてチゲになっちゃった辛いのは苦手です、あのツインテールができなくなってしまうので、そう考え中、うん、やっぱもうさ正直ツイン、あのみんなは多分そうじゃないよって言うかもしれないんだけど、やっぱり年も取ってきて若いメンバーもたくさん入ってきて、そのすごいツインをするのに結構ね抵抗があるんですけど、でもまあアイドルだからいいかっていう気持ちも正直あるんですよ、アイドルだから許されるっていう気持ちもすごいあって、そうなんですけど、まあでもっていう気持ちもあって、でもさ髪切るってボブにするってさ本当にいつでもできるじゃん正直。でもツインテールなんてさもうこの先さアイドルをさ、まあ、いつ辞めるのか分かんない、まあ、まだまだ辞める気はさらさらないんですけど辞めた時にさもうできなくなるじゃないですか絶対うん。だから正直なんか長いのが私の中ではなんか結構いろんなアレンジとかもできるし、ショートにしたらもう短い髪の毛しかできないじゃん。そうでもやっぱり私は
いろんな髪型をしたいからロングでいたい。やめる気さらさらないのは嬉しいだってそうね、さらさらないね本当に、うん、いや本当にさらさらないねウケる。いやショートが楽なのは知ってるんですよ、本当に。ショートが楽なのは本当に知ってて、あの時の高3の時の感動は本当に知ってて、今日も髪の毛乾かすのめっちゃ時間かかったし、だからショールームこんな遅くなっちゃったし、はは。そう、ヒカルンくらいの長さでもツインテールは可愛い。でもマジ髪の毛短くてツインテールするともうなんかおっなん大丈夫みたいな幼すぎて大丈夫ってなるんですよ。そうだから、今日はっていうか普通にそう嫌だうん、もう子供ね、子供感すごいよね。昔の私の髪の毛短い時のツイン見てほしい。ちょっと待ってね、一旦。なんかさ、ロードモバイルさ、ピョンズがさ、私のさ、ま、城の周りに来すぎてさ、お城の周りにさ資源を採取するところがさなくなってさ、遠くなっちゃってさ本当に嫌だ本当に嫌だうん、ちょっと待ってね、私の髪の毛短い時のツイン、高3って何年、高3ん、大学1年、高3、座標はごめんごめん、いいんだよみんな。2018年ありがとう、ありがとう、まる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 ピーマン、ひゃほーい。でも違うな、高3じゃないのかな、あこれ、あでもこれは、あでもこれでいいか、友達との。でもプリクラはちょっとダメだよやっぱり。あの青い服でへーってやってた時の自分どこだろう、あれいつだろうさくらちゃんハートありがとう、キュンです、ありがとう、ありがとう。青い服でへーってやってた、多分あれリクワガとかだと思うんだけど、いつだろうな、こう、でも違うよね、短くしたのはこの時は長かったもんね。じゃあもっと前ってこと、あこれこれ、この時この時めっちゃ幼くない、これいつだろう、てか太ってたな、今よりも、今も太ってっけど今よりも太ってたな、ほらこれめっちゃ幼くないめっちゃなんかパツパツじゃない、顔、顔ってか体とか全部721日ありがとうございます、たまよしょっぱハートカムサムニだ、ありがとう。これはねいつだったかっていうと、2018年の1月20日ですね、でした。そうこれは髪の毛をちょっと短くした時、これぐらい髪があった時から、こっから髪を、まあ、巻いての状態だからあんまり分かんないかもだけど、これくらいにした時のツインテールがこんな感じうん、そうそうそう、髪短いツインはマジ大人、まあ
子供に見えるっていうとあれなんだけど、まあ、これもね子供の時3年前とかだったから子供の時なんだけど、ともゆきさんハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。そうなのさ、だから9時の大悟さんハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。だから髪を短くするってことはもうツインテールをしなくなるってことです。はい、そう、でも髪長いツイン、髪長くてでも高めのツインってさ、結構この間のバレンタインの配信の時もあ可愛いなって待って、へ自分で思っちゃった思ったんですけど、やっぱ髪長いとね、となんかツインしても許されるって感じのとこはある。正直それだけで大人に見える。なんか長めの普通に下目のツインとかでも大人っぽく見えるから良き。これですね、清水マリアが撮影してくれたやつなんですけど、清水マリアがとかめちゃめちゃフルネームマリアちゃんさんが撮影してくれたやつなんですけど、子供っぽすぎないっていうか、やっぱ子供っぽすぎない感じに見えますよね。北里浩平さんハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。ガチャピソさんハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。ローモバ申請拒否3回継続中のべきおさん、いや言ってみて、みんなみんなっていうか、ツイッターに私が多分リツイートさせていただいたローモバさんのところにちょっとメールしてみて、なんで自分あれなんですかみたいなうん、本当にね、なんでだろうね、なんで3回もそんな何してるのうん、メールしてみて、自分の名前とかもつけて、うん、してみてください。水さんハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。全然私がね申請許可していいなら全然するんですけど、誰一人として却下しないんですけど、あ、それは嘘かもそれは嘘かも。犬井さん花束間違えた、なんだっけ、バラありがとうございます。さくらちゃんハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。そう、ちょっとじゃあ私のあれが、ツイートしますね。ロード。ツイート完了。なんとプレイヤーレベルが30になりました。イエイイエイイエイ。
北里浩平さん、ピンクドラマありがとう。ハードロックスくん、桜ありがとう。ボーくん、ハートありがとう。キュンです、ありがとう。どの SNS を一番見るだって、うん、どれだろう。755、ツイッターショールーム、わかんない、なんだろう、何見るかな。結構私はなんか暇な日は割とまんべんなく見てるって感じ。うん、だからなんかこれって感じじゃない。メール2回しかとされ、さらに拒否、パオーヌ。あれだよ、あのメールは時間がかかりますって言われて書いてありますよ、ちゃんと。だからみんなちょっと待ってて、そんな催促しないであげて。ロモバさんも大変なんです、多分。ハルピョン、なんでそんなに口角がキュッて上がって、嘘、上がってます、これ上がってんのか。私でも真顔こんなですよ。なんか不機嫌に思われがちなんです、私真顔、なんか普通の顔してると。そう、悲しい。うん、本当に悲しい。全然なんか普通、ただ何も考えてないだけなのに不機嫌に思われがち。リップ口角に塗ってる、塗ってない。あのなんか広がっていかない。そう、広がってくれてない今。翔さん、かわいい、ありがとうございます、イエイ。さあということで、ちょっとね、もう11時半なので、まあいろいろとお話をねしようと思うんですけど、まあまず一つ目は、本当は今日なんだっけ、ショールームで匂わせしようと思ってたんですけど、そう、本当は今日ショールームで匂わせしようと思ってたんですけど、先にネットで言われてしまいましたので。お伝えさせていただきますと、4月10日、何時からですか、わかりません。G8 配信が決まりました、イエーイ。やった。もうさ、これで G8 ってさ、これまで何回やりました、もう私2021年全部出てない、あれ、それは嘘、出てないやつもありますか。新年明けましておめでとうエイトちゃんと、成人エイトちゃんと、今のエイトちゃん、あれなんかやってた他。あれもう一個あった、なんかありそうだな。2021年入って4連投、あれ待って、何やってた、あ、リセン愛理卒業だ。忘れてた、なんか卒業した感じなくて忘れてた、ごめん。すごくない、全部出てる。2020年に全然出れなかったから、多分出してくださってる、ありがとうございますスタッフさん。嬉しい、イエーイ。まあ家で暇してるので全然出してください。まあこんな感じで言ってるんですけど、 MC はまだ、まあでも MC は全然もうなんか緊張するから、多分 MC はいいです。うん、さくらちゃん、さくらありがとうございます。ともゆきさん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。ということで今回、ちょっと待ってね、調べるわ、チーム8公式ホームページ。
Wi-Fi 悪っ。うん、すっごい Wi-Fi 悪い。なんでショールームしてるからはるきゃんさん、ハートありがとう。キュンです、ありがとう。あ、来た来た、来ました。あ、すごい、チームエイトのあれ変わってる、見て、みんな見てほしい、見てほしいけど、これってこれ見せていいのかな。ほら変わってます、あれに、7周年でーすっていうあれに変わってます。すごい、写真が変わった。ハピョンはここの、ここにいます。ここってどこだよねここにいます。ぜひ皆さん見てください、自分の目でCY ハローさん、 GG ありがとう。ガチャピシャさん、ハートありがとう。キュンです、ありがとう。プディンゴンミーさん、ハートありがとう。キュンです、ありがとう。スミちゃん、ハートありがとう。キュンです、ありがとう。すみちゃん、桜もありがとう。26時のすみさん、ハートありがとう。キュンです、ありがとう。ありがとうございます。そう、マジムリの時の集合写真終わった後に撮ったんですけど、本当にもう当日、4月3日当日に撮った写真ですので、あ、まあ多分そのはず。あ、そうですね、私がハーフツインしてるので、そうです、昼公演後に撮った写真なので、皆さん見てください。まあそれは置いといて、こちらですね、 G8 首脳会議。集まれ G8、 集まれエイトちゃん G8 首脳会議35回、第35回、イエーイ。はい、2014年の4月3日の結成からついに7周年を迎えた AKB48 チームエイト。そんな、あ、間違えました、自身も活動7周年を迎えたエイトちゃん7名が集結。そんな会議の進行はチームエイト最年少メンバーの一人であるカモシカちゃんこと徳永レミちゃんが担当。彼女の人生の半分にも、14歳なのやば若っにもなる7年間のとっておきのエピソードを聞き出し、その歴史を皆さんと振り返りながら、チームエイトの結成7周年をお祝いしちゃいます。え、絶対私があのレミちゃんの立場だったら絶対無理。そんなさ、めっちゃもう初期からさいる先輩方の中に急に入って、絶対無理だって7年、まあ6年先輩ってことだから、まあ昔も言ったんですけど、6年先輩ってことだから、まあ要するに私がゆきりんさんとかそうだから、三期さんのそのなんかズーム会議なみたいなのに私が急に入るみたいなことですよ、要するに絶対無理。うん、頑張れでもレミちゃんとは、あ、間違えた、カムシカちゃんとは最近仲よピッピで、あ、ごめん、私が仲いいって勝手に思ってるだけかもしれないんですけどあの舞台の時もカムシカちゃんのお団子をよくゲットしてました。ほら、これなんかのね、なんかのツイートかなんかで載せようと思ってたんですけど、ちょっと先にここで公開します。ほら、カムシカちゃんのお団子ゲットどんな写真やねん
ともゆきさんハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。サイレントムーンさんハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。ありがとう。そうなんです。あ、ひゆかたんももちろんいますよ。ひゆかたんは見て、牛タンせんべい食べてた。かわいいでしょかわいいでしょ。うん、そうで、出演する、あ、そして残す、そして残すは3カ所となったチームエイトの全国ツアーの魅力もたっぷりお伝え。茨城県公演出演メンバーはリハのため、徳永レミのみの、レミのみのって言いにくいね、めちゃめちゃ参加となりますが、たっぷり揃った熊本県公演のメンバーがコンサートの見どころをたくさん、あ、間違えました、しっかりお伝えします。 G8 首脳会議お楽しみにということで、なぎちゃん、横山、私浜、ぎょうちゃん、なるちゃん、そして リラ、ランリーいつもどっちで呼んでるっけ、わかんないけど、その8人、うん、嘘、プラスレミちゃんの8人が出演させていただきます。嬉しい。16人もさいる熊本県公演のメンバーの中でこうして7人に、あ、そっか、でもそっか、チームメイトの7周、あ、そういうことか、あ、誰だ、あれ、あ、そういうことか、チームメイト、あ、そういうことか、あ、そういうことかなるほどね、そっかそっか、そうだよね、7年前にいたメンバーじゃないとダメなんですもんね。あ、そうだよね。じゃあそういうこと、ラギ、横山、あやねは茨城か、あ、そうか、あ、そういうことですねそういうことでした。16人の中から選ばれたわけでもなかった16人の中で、しかもまあ折り面、初期面みたいな感じでっていうところだった、まずごめん、あ、ごめん、何でもなかった。うん、ということで、とりあえず4月10日何時から、13時から開けといてください。皆さんよろしくお願いします。そしてですね、まあ、ここからがもっと大事な、もっとっていうか、これもめっちゃ大事なんですけど、もっと、とてもすごいお知らせなんですけれども、緊張、5月22日23日に、ね、開催されるピアアリーナ MM3 で開催される、AKB48 のコンサート3つあるんですけどなんとそちら、そちらの、まあ、これまでは、峯岸さんの卒業コンサートとチームエイトのコンサートの2つにさ、あの、出演させていただくっていう予定だったんですけど、なんとこの度、23日夜に行われるチームエイト単、あ、間違えたAKB48単独コンサートにも出演させていただけることになりました。いやー、もうありがとうございます、嬉しい。はい、本当に、なんか22日はやっぱりチーム K の兼任メンバーとして出演させていただけて嬉しいなっていう気持ちが、まあ、あって、で、ま、23日のチームエイトの真っ青な空を見上げては、まあ、チーム8として出演させていただけるっていうことで、なんだろう、その2つはそのまあチームとしてっていう感じだったんですけど、今回のこの単独コンサートは橋本春奈として出演させていただけるっていうことなので、本当にこうして選ばれたからには一生懸命レッスンもね、絶対もう3公演とか絶対大変なんだけどまだね、頑張ります、私ははい、しかも私自身が本当に、なんだろう、この1年間ずっと
ライブっていうものにね、やっぱり、まあ、みんながみんな出演できなくて、でもその中でも特に劇場とかにも私はそのやっぱりなんだろう、富山にいるからやっぱり県をまたぐ移動っていうこともあれだから出演できないっていうこともあったんですけど、こうして私は本当にステージに立つことが好きなので、それでもね、だからステージに立てる機会をこうしてね新たにいただけたっていうことが本当に幸せですし、なんだろう、もう本当に嬉しさしかないです私はすごい、まあすごい嬉しいんですこれをそのスタッフさんから聞いた時は本当にもうなんだろう、多分これ以上喋ったら涙が出てきちゃうってぐらい嬉しくて嬉しくて嬉しくて仕方なくて、でもやっぱねそんな急に涙見せられてもって感じでしょだからありがとうございますっていうことを本当に伝えさせていただいたりっていう感じだったんですけど、もう嬉しいです本当に嬉しいです、はい、ありがとうございます、頑張ります。3公演ですよ、だってあ大変だけど頑張るね。3公演出るのなんて、だってもう少なくない、結構だからありがとうございますこまあきっとね、まあ、また連泊になってキャリーがね重くなるかもしれないんですけど、そうですね、今後というかこの後もし連泊するってなった時はちょっともっと考えてキャリーに詰めたいと思います、また壊れないようにはい、さくらちゃんハートありがとうございます、キュンです、ありがとうございます、本当に嬉しい、いや本当に嬉しい、本当に嬉しいんです。なんかこの発表された時に単独って書いてあって、あでも出ないんだって思ってたんですよ本当にあ出れないんだって、あまあでも結構エイト面も結構なんだろう、やっぱり人が多くなっちゃうっていうこともあったり、ステージに立てる人も結構限られていたりして、まあ、結構選抜されてるんだなって思ってたんですけど、こうして3公演とも出演できるっていうことでもう本当に嬉しいです。そして私20歳最後の多分ステージになるのかな、わかんないけど、24になんかあるんですか、ありますなんかありますか、わかんないんですけど、多分20歳最後のステージになりそうな予感なので、今決まってる中ではね20歳最後のステージになりそうなので、皆さんに会いたいなと、まあ、特に本当に20歳最後っすよねうん、だって時間的にもそうでしょ、だから最後ですのでなんか最後ですのでとか言ったら違うんですよ、20歳最後ですのではい、皆様待ってます、あー嬉しい、はい、ありがとうございます、マックミックさんハートありがとうございます、キュンです、ありがとうございます、もうこれ逃すと20歳のハルピョンには会えないですからねゴールデンウィークは、5月1日に熊本のコンサートがあるので、それが終わったらまあ何もないんですけど多分今のところ決まってないんですけど、それにまあ茨城もね5月4日にあるから、多分まあそれかこれのねきっとレッスンとかが入んのかなって感じですが、わかりません、まあ5月は5月で、なんかどうしよう、5月にドボンのイベント、ちょっと待ってできなくなっちゃうし、いやちょっと待ってそんなん無理よ、寝れんよ私どうしたらいいの、やめてください、5月にビンゴのイベントがあるのだけは本当にやめてください、でも誕生日が5月20日、あーどうしたらいいんですか、あー発表の頭はもうパニックなんですけど、まあ頑張ります、
今できることを、今目の前にあって今自分にできることを全力でっていうのが、あの私の最近のあのなんて言うんでしょう、気持ちなのでこうして出演できるのが本当に嬉しいですし、絶対に皆さんに見ていただいて、なんだろう、あ、ハルピョンがこうして出てる姿を見て幸せだなって皆さんに思っていただけるように頑張りますので来てください明日からチケット姉妹グループ先行発売が開始されます。今回はなんだろう、先行販売、普通の先行販売がもう終わっちゃったので、多分みんなもね、え、ハルピョン出るんだったら申し込んでたんだけどとかきっと思ってたと思うんですけど、先行、え、それ先行の発売の時に言ってよって多分思ってる方も多分多いと思うんですけど、私もね、まあ、言いたかったんですけどやっぱりその公式さんでの発表がなかったからずっと言えなくて、選考が終わっちゃって、いつ言うんだってスタッフさんに聞いたら、いや、いつ言うんだとは聞いてないけど、いつ発表になりますかって聞いたら、あ、多分チケットの次のチケット販売の時ですかねって言われて、みんなは応募できんのかなっていう気持ちでいたんですけど、頑張ります頑張ります、よろしくお願いします。はい、ということで、でもこうしてね、なんだろう、やっぱもともといる、もともと発表されるっていうのもね嬉しいけど、でも追加で発表されるっていうのもね、それはそれで、なんだろう、ハルピョンがいてほしいこのコンサートにって思っていただけたっていうことだから、うん、頑張ります頑張ります、よろしくお願いします。ということで、竹兄さんハートありがとうございます、キュンです、ありがとうございます。香港の春馬さんハートありがとうございます、キュンです、ありがとうございます。26時のスミさんハートありがとうございます、キュンです、ありがとうございます。ということで、頑張りますので終わりですじゃあ、あと配信が7分になってしまったので、そろそろテックテックショー、やばい、今日したくない、テックテックショー一番したくないしますね。はい、皆さん送ってください、本日の歩数を。本当にしたくないんですけど、するしかないね、何で、そうだってビンゴで、まあ、歌って踊っての、なんて言うんだろう、歌ってのな、歌って踊って、なんて言うんだろう、私が好きな部類のダンス、なんか私がより輝ける部類のダンスっていうのじゃなかったじゃないですか、ビンゴのパフォーマンスは。結構しっとりバラード系だけど、なんかその手話とかっていう感じだったので、なんかそこで見つかったんですか、それもなんかどうなんですか、わかんないんですけど、うん嬉しいです。とりあえず私はとにかく、マイジャパンさんハートありがとうございます、キュンです、ありがとうございます。まあ何を言われよう、こうして選んでいただけたからには、私自身も頑張りたいが、私自身もっていうか私も頑張りますので、マイジャパンさんハートありがとう、キュンです、ありがとうございます。指が長くて綺麗ですね、だってありがとう、この指はお母さん譲りそうなんです。皆さんもう歩数はいいですか、あ、こんな時間で、こんな時間で、こんな時間、なんで3回言うんだ、こんな時間で4回目、1時間もしてないんだけど、5000人来てありがとう。本日の歩数はやばい、本当にやばいんですけど、はい、じゃーん803歩はい、いや、ちょっといろいろありましていや、もう昨日までずっともう毎日レッスンレッスンレッスンっていう感じで、毎日レッスン終わっても夜ホテルで振り起こししたりしてたので、本当に疲れがすごくて、
すごい爆睡をしました。その結果がこちらです。あと動きたくなくて、本当に体が痛くて。なんか私多分この布団合ってない、自分の布団。うん、全然合ってない。全然合ってない。なんかこの布団で寝たら体痛くなった、本当に。優しい、寝てくれてありがとう、だって。何、優しすぎる。布団が合ってないの、そう今気づいた。なんかホテルの布団で寝てたらこんなに体痛くなったなってはないんですけど、今日なんかすごい痛くなった。うん、終わり。ということで、いやトゥルースリーパー買ってるんですよ。トゥルースリーパーで寝てるんですけど痛いんです。それはもう終わりだよね。柔らかすぎんのかな、どうなんだろう、わかんない。全然、うん、もうやだ。はい、あと4分なので終わります。さくらちゃんハートありがとう、キュンです、ありがとう。じゃあ終わります、とりあえず。でもね、昔ママの布団で一緒に寝てた時、1年前くらいは全然、なんかママはせんべい布団スタイルが好きらしくて、それはそれで体痛かったんだよね。何で寝たらいいんだ、うん、はい、ちょ待って、やばいやばい、パソコン落ちた。マックが落ちました。よかった、クッションソファーの上に落ちてよかった。さあということで、ランキング読みます。1位マックミックさん、ありがとうございます。2位清高アットピョンドさん、ありがとうございます。3位プディングオンミーさん、ありがとうございます。4位ミッタンアットホタルイカ5人衆補欠さん、ありがとうございます。5位オニール大佐さん、ありがとうございます。6位スミちゃんアット生け捕りしたホタルイカはどうやって食べるの、あママに聞きましょう今度。はい、この間そうママ食べました。ママ食べました、やばいやばい、違う。変なこと言ってる、私違います。ママこの間、その去年の5月に、あ違う、去年の3月だ、もう頭おかしくなってきてる。去年の3月に取りに行った時はママがなんかいろいろしてくれました。はい。7位赤花と最高の誕生月になったね、おめでとう山、全頭祈願頼む、頼んでください。本当にもう本当にもうゲッターズ飯田さん、ありがとう。ちょっと明日また喋りますね。このゲッターズ飯田さんの話はね、だから最近配信来ない、違う違う違います、違います。はい、8位あー何さんなんだろうな、昨日もさ読めなかった、ちょっとでもちょっと翻訳してる時間がないので書きます、ごめんね。昨日も来てくれたんですけど、昨日も時間なくて読めなくて、ピョンですって来てる、あこれピョンって読むんですね。カムサハムニダー、ありがとうございます、カムサハムニダー、ありがとう。9位ガチャピソさん、10位、富山よしやっとすべてお祝いします、おっぱカムサハムニダー。11位山内やっと5月は久しぶりに忙しくなりそうでワクワクイエイ。12位ネバーストップアット推しのためなら少し芽が出たジャガイモを食べるやめて。13位さくらちゃん、さくらうさぎぴょんず、はるぴょんにこの愛届け、おさん、ありがとう。そしてラッキー888位は谷さんです、ありがとうございます。はい、うさぎのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのは春、ありがとうございます。今日も自慢のラビットジャンプであなたにきっと期待がお届けしちゃった山県代表春ぴょんこと味もたるなでした。ふありがとうございました、またね、おやすみなさい。あみんなありがとう、春とジャンプありがとうね、おやすみ、ギリギリセーフ。